真夜中の人形使い続きやっていくよ。一階に戻ったら伊藤さん帰ってくんのかな。伊藤さん、なんか変態医者がトイレにいたんだけど怖い。医者と変態とトイレの組み合わせ怖い。あ、伊藤さんだ。確認したいことがあるのですが、あなたがなくしたという熊のぬいぐるみについてです。できれば特徴を教えてもらえませんか。特徴。マスパーはとても不細工な熊のぬいぐるみです。鋭い歯とネズミのような大きな耳を持ち、熊のくせに赤いネクタイをしています。でもそのネクタイはデベースを隠すためのもので。そうなの。本人はうまく隠しているつもりですが、私にはバレバレです。それだけ聞くとまるで化け物だな性格は生意気で、とても口が悪くて、あと食欲がすごくて食費がバカになりません。好物はお寿司で、好きな寿司ネタは大トロ。贅沢なやつです普通そこはサーモンだろうって突っ込みたくなります。性格、口が悪い、食欲。でもいつも私のそばにいてくれて、私が困っていると助けてくれるんです。私はいつもマスパーに助けられてばかりでした。母を亡くして落ち込んでいる私を元気づけてくれたのも彼です。今日だって屋敷でいろいろと助けられました。マスパーは私の大切な友達なんです。マスパーがいないと私はダメなんです。だからどうしても彼を見つけなきゃ。なあ伊藤さん、さっきからこの子何を言ってるんだ。やっぱりそうなるか。まるでぬいぐるみが生きてるかのように。ふむ、まあそうなるよな。岸川さん、もうやめにしませんか。ヨタ君はもう。伊藤さん、心配しないでください。ヨタは森に遊びに行ってるだけなんです。私、あの子を迎えに行ってきますね。あの子遊びに夢中になると夜中まで帰ってこないから。同じに見えちゃうのか。みどりさんとヨタ、私のヨタ、もうどこにも行っちゃダメよ。岸川さん、その子犬は。ヨタ、伊藤さんにご挨拶しなさい。あ、これヨタ。ごめんなさいね、この子人見知りで。岸川さん、あなた。さあ帰って夕ご飯の支度をしなきゃ。今日はヨタの好物のシチューよ。犬にシチューは危ない。危ない、玉ねぎ入ってるじゃないか。ダメだよ。父親を亡くしたのをきっかけに、あの子ありもしないことばかり言うようになって。だからあなたもあの子から何か言われたんじゃない。私たちが超能力を使うとか、喋るクマのぬいぐるみのこととか。玉ねぎは危ないんだよ。お、牧田君、この子を村役場までお連れしなさい。でもどういうことですか。君をミレンさんとシュン君に引き渡すどういうこと。え、どうしてですか。あの二人は正犯罪者ではない、犯罪者なんですよ。どうした今日、俺どうした。自分の身内をそんな風に言うもんじゃない、言うもんじゃない、正犯罪者違うんだよ、違うんだよ。身内、一体何の話を全てミレンさんとシュン君から聞いたよ。君が二人の妹で虚言癖があることも。な、君たち家族の問題に我々がこれ以上立ち入るわけにはいかないんだ。父親を亡くしてショックなのはわかる。だがそれは君の兄弟であるあの二人も同じことなんだ。今日やばいな。父親を亡くしてショックって何ですかそれ。多分さっきのね、変態博士のせいでね、それが出てきたんだと思うんだ。僕は悪くない。私の父はあの二人に殺されかけたんですよ。違う、殺されたんですよ。いい加減にしなさい。喋る熊のぬいぐるみも超能力もこの世には存在しないんだ。いい加減目を覚ましなさい。はあ、あ、待ちなさい。これで逃げるのか、これで逃げるのか。あ、おお、やばい、音楽がすごいすごい軽快な、ルパンとかで流れそうな感じだぜ。お、ここ開けなさい。俺鍵を取ってくる。あ、頼んだ、ぶち破れよ。もうドーンってぶち破りなさいよ。よし、行くか。はあ、逃げよ逃げよ。お、道野さん、こんなことをしても何にもならないぞ。いい加減現実と向き合いなさい。信じてくれないんだもんな。あ、君たち家族の問題に我々がこれ以上立ち入るわけにはいかない。さっきそう言いましたね。は、いきなり何を。それは岸川さんの時も同じだったんですか。な、よそ者の私が口を出す問題ではないのかもしれませんが、伊藤さんは本当にこのままでいいと思ってるんですか。私には死んだ人間は生きていると偽って何事もないかのように暮らしているあなたたちが異常に思います。
論破論破。現実と向き合わなければいけないのは私じゃない、この村の方です。すごいな、弁護士になりそう将来。伊藤さん、マスターキーを借りてきたぜ。伊藤さん、どうかしたのか。いや、なんでもない。さあ、中に入ろう。もういないかな、もういないかな、中には。ほら、忽然と姿を消したマヨちゃん。あら、いないぞ。お、ベランダではいなーい。しまった、ここから逃げられたか。あのさ、このツタさ、誰がやったんだよこれ。意図的だろこれ絶対。誰がこんなツタを。絶対意図的だろ、逃げろと言わんばかりのツタがあったら逃げるでしょ。あ、一人だよ。お父さんまだかよ。マヨちゃんが一人だよ今。お父さん下から来そう。あ、来ない、来ないのかよ。お父さんほんと空気だな。お、でこの子誰なの、この子。ところでヨウタくん、え、ヨウタどこ。あ、は、え、君がヨウタくんじゃないのかい。僕が、僕の名前はケイトだよ。ケイト、なんだそうだったのか。あの守りにヨウタって刺繍がしちゃったから、てっきり、ああ、あの守りはヨウタくんの形見なんだ。あの事故の少し前にヨウタくんが貸してくれたの。そうなんだ。石川委員に行くのを怖がってる僕を見て、これを持っていれば大丈夫って。あの事故ね、おじさん、もしこの守りをヨウタくんが持っていたら、ヨウタくんは死なずに済んだのかな。どうだろうな。僕が借りたせいでヨウタくんが死んじゃったんだとしたら、僕、そんなことはないよ。君が気に病む必要はない。でもヨウタくん、僕のことを恨んでるよねきっと。まさか。ヨウタくんは君のことが心配でお守りを貸したんだ。そんな優しいヨウタくんが君のことを恨むはずがない。そうかな。ああ、そうだと思う。おじさんが保証するよ。おじさん、ありがとう。礼を言われるようなことは何もしてないよ。うん、そんなことないよ。僕、ずっと誰かにそう言ってほしかったんだと思う。だから本当にありがとう。どういたしまして。それじゃあそろそろ出発しようか。うん。でもこの子は村の子供なんだよね、でも。あの施設から逃げ出した子じゃないんだよね。あ、でも施設から逃げ出した子なんじゃないか。なんか家に帰るって言ったらなんか変な感じだったもんね。家イコール施設なんじゃないの、教団の。でもあるのかな施設。撤退したんだよね施設は。ちょっとまだわからないな。お、なんだ。おっと、穴だ。いきなり穴が。雨が降った後にたまにこんな風に地面が陥没することがあるんだ。怖えな。危ないところだったね。淡々としてるけど怖いぞこれは。足場がごっそりなくなったからな。やばいなこの辺りの地形。えい、イカルギ村モビアック牧場。モビアックへゴーゴー。おいしいと聞いて。あ、おじさん、イカルギ村こっちじゃないよ。ごめん、食欲には勝てなかったよ。おいしいと聞いて。くそくそ、お腹空いたよ。森を歩き回ってお腹ペコペコだよおじさん。お、おじさん、そこに見えるのが僕の家だよ。あ、あれかい、あれかい、これかい、これかい、なんだこの囲いは。これがケイタ君の家。外じゃないか、外じゃないか。こっちには何があるんだい。あ、行かなきゃいけない感じ。ちょっと待って、行かなきゃいけない感じ。こっちじゃないのか。これ？これなの？ただいまー。ただいまー。あ、おばあちゃんじゃないか。おばあさん、ケイトどうしたんだい？ヨウタ君は見つかったのかい？うん、見つからなかった。優しそうなおばあちゃん。そうかい。今青年団の人たちが探しているから直に見つかるはずじゃよ。あ、つけ足しちゃった。あれ、ヨウタって子は死んだんじゃ？あ、僕が探してるのはそのヨウタ君じゃなくて犬の方。森の方に走っていくヨウタを見かけたから探しに行ったんだ。ケイト、そちらの子は？そちらの子。森の中で会って僕を村まで送ってくれたんだ。突然お邪魔してすみません。そうだったんですか。ケイトがお世話になりました。いえ、大したことはしてませんから。そんなことはないですよ。内気なケイトが心を開いてるんですもの。無理やりね、無理やり捕まえて開かせたよ。きっとよくしてくださったんでしょう。そうだわ、もしよろしければお夕飯を召し上がっていきませんか。いえ、お気持ちだけで結構です。まだやらなければならないことがあるので。ふむ。そうだ、一つお願いがあるのですが、電話をお借りできないでしょうか。
どうぞ。ありがとうございます。携帯は通じないんだっけ？黒電話かい？あ、普通の電話だ。もしもし？誰に電話した？よくわかったね。あ、いや、ちょっと待って。切らないでくれ。あかりかな？実は今、大変なことになってて。あかりじゃない？あかりでしょ？電話かけたの。ねえ、誰に電話してたの？あ、昔の知り合いにね。あの、こっぴどく振られた。あ今投げたよね。おじさん、そのぬぐるみ。あ、いや、これはその。それ、おじさんだったんだ。実は、ヨータを探してる途中、それと同じようなものが落ちてたから、拾っておいたんだ。え捨てるなよ投げるなよ。これは、雑に扱うな。怒るぞ、マスパーが。投げたぞ。ほらよ。やめてくれよ。雑だな。あらあら、かわいそうに。ばらまいたぞ。今、おばあさんが、直してあげますからね。直して、直して。お直った、直った。マスパー、聞こえるかい？おい、マスパー。ダメか、そんな簡単には直らないよな。多分ね、マヨちゃんが力を込めないと、無理なんじゃないかな。おじさんがぬいぐるみに話しかけてる。違うんだ。誤解しないでくれ。これはその、これは、そう、これは最新のおもちゃなんだよ。お話をすることのできるぬいぐるみなんだよ。誰がおもちゃだ。起きてた。生きてる、生きてるじゃないか、マスパー。うわ、本当に喋った。見えるんだ。マスパー。ん？みんなに見えてるの？ここはどこだ？なんで俺はこんなところに？すげえ、おばあちゃんすごいな。マスパー直したぞ。というか、マヨはどうなったんだ？そうだ、あのクソ女。俺をナイフでバラバラにしやがって、今度あったら、ただじゃ済ませないぞ。このぬぐるみ言ってることなんだか怖いよ。落ち着いてくれ、マスパー。ここに奴らはいない。おやじ、何かどうなってんのか説明しろ。わかったから、そう興奮するなって。どこから話せばいいかな。そう、あれは18年前。そこから？そこからかよ。同じ意見だよ、まったく。そこからかよ。深いよ。話が深い。要約するとこうだな。18年前、親父はある女の子と出会った。親父がミキと名付けたその女の子は、記憶喪失で名前もつけたのか。お父さんやるなぁ。親父はミキの記憶の断片から彼女の身に何が起きたのかを調べていった。うんうんそしてミキがかつて真理の目に誘拐され超能力開発プログラムに参加させられていたこと、施設で人形使いと呼ばれていたことなどを突き止めた。うんうんうん。人形使いとは人形に命を吹き込むことの能力のことで、そんなバカみたいな能力が実現するわけないと、権威に、否定したいところだが、多分俺が言っても説得力はない。なんて読むんだろう、これ隠した？その通り。その後、人形使いは施設を脱走し、親父と結婚し、マヨが生まれたと。そうなんだよ。で、ミレンとシュンはマヨの中に眠っている人形使いの力を求めてマヨを誘拐したと。ふざけんな。事実そうなんだよ。だっておかしいだろ。マヨに人形使いの能力はねえじゃねえか。なのにどうして真理の目がマヨを狙うんだよ。前に能力が受け継がれているかどうかは分からないが、そのわずかな可能性に欠けるほど奴らは人形使いの力を欲しているってことだ。意味が分からねえ。マヤの母ちゃんが施設を脱走してから今まで奴らは一切接触してこなかったわけだろ。ふむ。ってことは奴らにとって人形使いの力はそこまで重要じゃなかったってことだ。なのにどうして18年も経った今になってこんな七面倒くさい計画を立ててまで人形使いの能力を手に入れようとするんだよ。正論だな、すごい。それは俺にもわからない。何かきっかけがあったんだと思うが。きっかけ。ねえ見て、ニュースに真理の目が出てるよ。え？なんかあったのか。それがね、真理の目の教祖って人が何日か前に死んだことがわかったんだって。じゃあ教祖の人形を作ってそれに命を吹き込むってことなのかな。なんだって？そういう目的かな。てかそれしかなくない？教祖が数日前に死んでいた。だからあの人が私たちには必要だから人形使いの力がいるみたいな。そういう感じじゃない？何かに疲れたい感じかな。ますます謎が深まったな。教祖が死んで大変な時に、なんであの二人はマヨの誘拐なんて企てたんだ？ねえ、教祖って何？教団で一番偉い人のことだよ。え、そんな人が死んじゃったんだ。じゃあ真理の目はもう終わりなの？さあ、どうかね。そういうことじゃないのかな。お
お世話ね。何やってるのかしら。もしかして作戦失敗？失敗だね。逃げたもん、マヨちゃんは。俺が逃がした。変態が来たぞ。緊急警報、緊急警報、変態が来た。変態が来たぞ。即刻離脱せよ。変態だぞ。あ、石川、なんであんたがここに。え、マヌケなユカヤンが捕まったと聞いて様子を見に来たのじゃ。まったく、だからあれほど能力を過信するなと言ったのに。年寄りの言うことは聞いておくもんじゃぞ。仲間かよ。うっさいわね。ていうかあんた今まで何してたのよ。わしは言われたことをやっていただけじゃ。お前たちに文句言われる筋合いはない。ふっ、まあいいわ。で、人形使いの娘はどこ。ここに連れてきてくれたんじゃないの。わしは知らんよ。青年団を出し抜いてどこかに逃げたとは聞いたが。あ、冗談でしょ。どうして捕まえておかなかったのよ。そんなこと契約には含まれてなかったからな。契約。わしの仕事はあの娘に人形使いの能力があるかどうかを診察し、もしあれば能力を目覚めさせることだったはずじゃ。ああ、もう融通が効かないわね。だからこんな奴に頼るの嫌だったのよ。まあまあ、人形使いちゃんを捕まえるのは西川の報告を聞いた後でもいいじゃない。ねえ、市川先生、頼んでおいた仕事はやってくれたんでしょ。ああ、もちろんじゃ。結論から言うと、え、未知の迷いには人形使いの能力が受け継がれておった。マジで。やっぱり思った通りだわ。これで計画の実現に一歩近づいたわけだね。で、能力の覚醒はもちろん成功したのよね。いや、覚醒はさせてない。途中で邪魔が入ってしまっての。は？ふざけんじゃないわよ。覚醒させてないって何？ほんと使えないよね、このクソじじい。わざわざあんたを頼ってこの村に来たのは、あんたに能力覚醒の力があるからでしょうか。そんな力が。ただ診察するだけだったら猿にでもできるわ。待ちなさい。人の話は最後まで聞くもんじゃ。覚醒させなかったのはその必要がなかったからじゃ。というと、あの娘はすでに能力を覚醒させておる。本人は気づいてないようじゃが。すでに覚醒してるって、それ本当は？ああ、嘘などつかん。もし嘘だったら後でひどい目に遭うわよ。まったく、少しは人を信用したらどうじゃ。昔からちっとも変わってないな、君は。うっさいわね、その石頭。勝ち割るわよ。お、怖い怖い。お、怖い。では私はこれで失礼する。もう二度と連絡してこないでくれ。二度と。ちょっと待ちなさい。なんじゃ。帰る前に私たちをここから出してよ。なぜそのことをしなければならん。なぜって。勘違いしないでほしいのじゃが、わしはお前たちの味方ではない。教団に在籍していたのは昔の話じゃ。昔の惜しみで依頼を受けたが、そのこととお前たちをここから逃がすことは話が別じゃ。この村を裏切るような恋はできんの。そうなの。あんたね、私たちを出してくれないなら、あんたが元教団の人間だってこと村人たちにバラすわよ。今度は脅しか。全く嫌な女じゃ。そんな性格じゃ結婚できないぞ。結婚できないな。あんたこそその減らず口を慎まないと長生きできないわよ。二人とも言い争ってる場合じゃないでしょ。ねえ、石川、今後一切あなたには関わらないと誓うから、僕たちをここから出してくれないかな。今後一切関わらないか。その言葉嘘ではないじゃろうな。うん、あの方に誓って約束は守るよ。ねえ、ミレン。渋々。ほら、ミレン、誓うって言って。え、誓うわ。二度とあんたには関わらない。ふむ、まあいいじゃろ。いいのかよ。いいのかよ。こいつらの話にしていいの？また厄介なこと持ってくるよ。ねえ、シカは、あんたは何とも思わないわけ？教祖様が亡くなったのよ。あんたそれでも創立メンバーの一人なの？そんな古株なんだ。今の教団はあの頃と変わってしまった。もはや何の思い入れもない。そう。何の思い入れもないんだ。石川先生。ん？どうかしたかね？どうかしたかねじゃありませんよ。陽太くんが見つかったんです。すぐに岸川邸に戻ってください。そうか、すぐに戻ろう。あれ、あの二人は。わしが来た時にはすでにもぬけの殻じゃった。隙を見て逃げ出したんじゃろう。逃げ出したって、そんなすぐに伊藤さんに報告しなきゃ。ああ、もうどうして今夜は次から次へと問題ばかり起こるんだ。とにかく、陽太くんのことお願いしますよ。僕は伊藤さんを探しに行くんで。行け、シャーシャーと。まったく、世話しない奴じゃの。なんだよ。あいつ味方なのか敵なのかよくわかんないな。お？あ、マヨちゃんだ。どこに向かってるんだろう、マヨちゃんは。ほう？そっちはどうだった？うん、見つからなかった。そう、一旦伊藤さんのところへ戻りましょうか。そうね、
追われてるよ。追われてるよ、マヨちゃん。あ、動かせる。じゃあ、ちゃうのか。ちゃうのか。動かせるかと思ったのに。ほう？あ、まだ追われてる感じ？うわ、こっから隠密パートかな。ここにも青年団の人たちが。見つからないようにしなきゃ。セーブできますか？ああ、なんかどんどん話が複雑になってくるな。あの人もメンバーだったのかよ、あの変態だと思われた人が。はい、というわけでこれ今何エンドに向かってるんだろうな。エンディング分岐はまだないのかな、よくわかんないんですが、とりあえずね、全部のエンディングは回収したいと思ってるので、よければ最後まで見てやってください。最後までご視聴ありがとうございました。